ごめん急に呼び出しちゃって手短にお願いできるかしらううんあのね昨日言ったこと姉妹としても家族としてもメイを大切にしたいっていうのはマジなんだけどマジなんだけどでも私ずっとメイのこと 言うんだい,いえごめんちょっと待って仕切り直すからユズあ、私もあなたに報告しておきたいことがあるの今日ある人に告白をされたのだけどえ私その人とお付き合いすることにしたわ嘘だ何かの間違いだ 誰かと付き合うしかも修学旅行中に <laughs> 私あたしこのパターン知ってるぞまたメイのよくわかんないやつだろ <laughs> 相手誰だよどんな奴ならあのメイがオーケー出すんだよ <laughs> ちくしょうって隠れてもいない私がそんなことを言う資格ないんだけどさ 本当何してんだろうこれも渡せなかったメイがマジで誰かと付き合うってことは私の気持ちはもう。